会&オンラインセミナーを始めさせていただきます。皆さんおはようございます。スポーツ現場技術協会の永瀬です。今日は私もこの Zoom から外から参加させていただこうと思っております。スポーツ日の丸キッズオンライン柔道練習会に参加の選手の皆さん、こんにちは。スポーツ日の丸キッズ北信越小学生柔道大会大会長の富山県射水市長夏野元です。佐々木先生、一言お願いいたします。はい、今日は、一日楽しく、そしていろんなことを勉強できる、そういう会にしたいと思います。皆さんも楽しんでください。お願いします。はい、先生、はい、よーストップ。まずは手の動きね、手の動き。そうだ、うまいぞ。釣り手もっと出せろ、そうだ。しっかり引き手と釣り手を離さずに最後まで相手をコントロールします。1、2、3。大関君、しっかりここで一回相手を引くイメージを持ってやってみて。はい、今日はですね、私が一方的にお話しするのではなくて、みんなと一緒に意見を言いながら、ノートにいろいろ書きながら、このウィル・キャン・マスト、この3つに分けて話したいと思います。はい、できた人で発表できる人は手を挙げてください。はい、じゃあ青柳くん、早いな。青柳です。生存は4点で、はい、柔道に対する愛は5点で、はい、素晴らしい、ありがとうございます。手のひらとひらを合わせる。もっと膝曲げて、そして体前に前傾させて、前に倒れる。吐いて、後ろの椅子に座るような感じで重心下げていってください。体を柔らかくするにはどうすればいいですか？普段ストレッチしてるかな？息を深く吐きますね。吐いてる時に筋肉って柔らかくなるんですね。はい、質問ある人？はい、そしたら、谷君かな？1日ご飯どれぐらい食べてますか？で、私、体は大きいんですけど、筋肉を作るっていう意味ではまだまだみんなは、考えなくていいと思います。たくさんものを食べる、出されたものは残さない、まずはこれを頑張ってみてください。で、今日教わったことを、ね、自分のものにするためには毎日毎日同じ練習を根気よくするといい技になると思います。頑張れ頑張れよ、陽気頑張れ。